曹操軍に加わるよう誘われた劉備。条件は民への思いを捨てることだった。しかし劉備は、俺はやっぱり捨てられない。我が軍には向きませぬ。しかし物の不としてのあやつの力、なんとか世のそばに置きたい。裏切りの城。お前たち、燕という町を治める長州将軍を知っているか？いえ。曹操様に心酔し、自ら配下になられたお方でな。この度新たにご自分の城を作られ、その祝いの招待状が来た。招かれたのは曹操様とお前たちだ。俺たちも？お前たちの活躍を知ってぜひ会いたいと言っておる。でも俺は、世としてもお前を長州に会わせたい。え？世と長州は同じ考えだ。ミリシャ統一の理想こそ何より大事と考えている。その理想の前にあってはお前の民への思いなど、ハムシのごとく小さきもの。何？今の時代そう考えるものは増えている。もはや世の考えは世一人のものではない。お前も目を覚ますのだ。お前も早く曹操軍の一員になれ。それがいかに光栄なことかすぐに分かる。なんといっても曹操様は空に輝く太陽のごとく我らに光を与えてくださるお方。天意殿は曹操殿を心から敬愛しているのですな。無論山賊だったこのわしを軍に招き入れてくださったのだからな。おかげでわしの力をまっとうなことに生かせるようになった。そのご恩決して忘れぬ。このおっさんにも困ったもんだ。ずっと曹操を褒め続けてる。それだけ曹操のことが好きなんだよ。お、行くぞ。長州か。曹操様、かような遠きところまでよくぞお越しを。そちらが劉備殿ですな。お会いできて光栄ですぞ。こちらこそ。そのものは？新しい軍師の核でございます。お見知りおきを。うん。そうか、預けなきゃな。これは失礼した。それではこちらへ。うん。俺たちは話が済むまで外で待ってるよ。長州将軍は劉備殿と話をしたいのであろう。そうか、分かった。惜しいの。曹操様と長州様の素晴らしい話が聞けるというのに。それが嫌なんだよ。どうぞ、おもてなしの用意がございます。お、そうかい。悪いね。長州、考えを申してみよう。もちろん曹操様と同じでございます。個人の思いなどよりも何より大事はミリシャの統一。どうだ劉備、これが現実なのだ。確かに。さらに付け加えるならば、誰より偉大なものこそがミリシャを統一すべきなのです。曹操様ならそれがなせる。そう信じたればこそ配下にしていただきました。うん。ですが、我の前に曹操様より偉大なお方が現れたのです。のそのお方は燕術様。はっ、どういうことだ。燕術だと。まんまと罠にかかったな。曹操、劉備、キレイ。いかにも、我こそは燕術皇帝軍最強武将、キレイ。
悪く思うな、曹操様。長州、余栄の裏切り、ただでは済まさぬぞ。曹操様、減らず口もそこまでだよ。曹操様に傷一つつけさせるわけにはいかぬ。天医さん、釣天井を支えるとは何たる力。今のうちにお早く。天医さん、もう少し頑張って。無駄なんだよね。うまい、うまい。何の音だ。チョヒ、何か妙だぞ。ん、何も聞こえねえぞ。いや、確かに。お待ちを。長州様からのお言葉があるまで出てはならぬとのおせです。ふん、そういうことか。失礼する。おい、鬼ひげ。劉備殿、劉備殿、ここは通さぬ。王が百裂撃。おいおい、どういうことだ。あっちだ。これでお前らも終わりだよ。天医さん、これで炎術様もお喜びになるわ。デビドの貴様ら、てめえ切れ。おめえがはめやがったのか。はぁ、カフ、助かった。天医さん、お前らがどうあがこうが、ミリシャは炎術様がいただく。この逃げるか。しっかり、天医さん。曹操様はご無事か。よかった、我が太陽。そんな、天医殿。おっさん、巨匠に戻るぞ。兵を集め、長州を追う。そしてその背後にいる炎術を撃つ。曹操、このまま行くつもりか。天医さんは俺たちを守って死んだんだぞ。それを何とも思わないのか。命を懸けて忠義を尽くした兵に大義の一言もかけてあげられないのか。任を果たして死んだのだ。男として本望のはず。俺はただ死んだ者にせめて情け、そう言いたいのか。くだらぬ。何、それで天意が喜ぶのか。満足するのは貴様だけだろう。部下の死に報いる方法はただ一つ、勝つことのみ。それがお前の考えなんだな。俺はやっぱりお前のようにはなれない。俺たちが戦いに勝ったとしても、そこには散っていった者たちがいる。彼らのおかげで俺たちの命がある。それを忘れての勝利なんかに価値があるとは思えない。お前とは同じ道を歩めないな。そうか。ここでみんなバラバラになるんだぞ。本当にいいのか。ええ、劉備さんが決めたことですから。俺たちはこの巨匠を出てできることを探してみる。そして俺たちが正しいと思えるやり方でミリシャを平和にする道をきっと見つける。それまでしばしお別れだ。みんなとはまた一緒になれるさ。わかりました。いつの日かまた会いましょう。ああ、ミリシャの明日のために。この手で明日を掴むために。馬長、おいらもここでお別れだ。また旅に出ることにしたよ。アンちゃんたちの成功祈ってるぜ。ありがとう、馬長。
乱世では味方にあらざる者はすなわち敵。奴との戦い、避けがたき定めか。明らかになる炎章の野望。次回 SD ガンダム三国展天と地。